はい、まあまあ、ええなですか、ぶどうちゃんです。今日は第47回植木市が開催されています。こちら、じゃーん。それでは行ってみたいと思います。えい、ぼう。はい、ということで下に降りてきました。第47回ということは、なんと47年前からやってる植木市ですね。どうもどうも。あ、なんか声かけてくれました。ありがとうございます。はい、会場は、大手前公園、まあ、全体ステージとかね、結構いろんなね、緑があります。はい、イベントは、土日を中心にやってるみたいですね。野生蘭植木市植木高、あんなのことよく分かんないですね。ノースボール70円、安いのか高いのか分かんないです。あ、なんか安室奈美恵ちゃんかかってますね。土山一袋200円で売ってますね。第47回姫路緑市、あ、9日間までね。ステージ、あ、今日は会場式があったみたいですね。明日はハイブリッド戦士サムライガーがやってくる。3月24日日曜日は、あ、結構いろいろ地元の音楽会とかたくさん来るようです。姫路緑市、はい、アンケートがあるようです。緑化イベントにお越しいただいてお客様にご意見ご要望などお伺いします。より楽しいイベントにするためにぜひご協力ください。これなんかアンケート答えたらなんかもらえる、お花の、あ、この種がもらえるんですか。これなんかアンケートを答えます。あ、何でもいいの答えます。性別、お住まい、年齢、これはな、あ、アスタガオですか。アスタガオと、ケイトウとアスタに、アスタ、これ全部1年で咲くんですか。4月からで、これが3月からになってるので、ほんなら、そうか、ちょうど今ってことですよね。じゃあ、そうですね、アスタ、アスタにしよう。ありがとうございます。アンケートに答えて、アスターの種をもらいました。3月からいいということで、帰って植えたいと思います。楽しみ抽選会があるみたいですね。これって誰でもできるんですか？いや、抽選券がないんで。あ、券、券はなんか、どこかでもらえたんですか？花を買っていただいて。あ、買ったらもらえるんですね。あ、失礼しました。緑市っていう、チラシがあるんですけど、はい、それにこの、あ、これですか、うん、これですか、そうですね、あ、これがいるんですね。これがないとチラシが毎年当たりは、あ、失礼しました。小学生寄せ植え教室参加500円でやってるみたいですね。表前茶屋の 大福も来てます。自然観察の森さんも来てます。あ、あんまきさん来てますね。カルビ丼なのかな、みたいですね。はい、19日、20日、22日とイベントてんこ盛りです。はい、ということで、第47回緑市にやってきました。アンケートに答えてね、こういうね、花の種、とか、あの、花を買うと、抽選券がもらえたりするんで、緑が好きな方は、行ってみたらいかがでしょうか。はい、緑市ね、47年前から行ってるんかな、緑市。正直ね、緑、花とかね、木は一回も買ったことないんですけどね、緑が、好きな方は楽しめるんじゃないでしょうか。緑を買うと、抽選会とか、アンケートに答えると、こういうね、種ももらえますので、皆さんも、ゆっくりね、来てみてはいかがでしょうか。それでは、また姫路のあなたの街でお会いしましょう。バイバーイ。